こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、初心者におすすめの転売で売れやすい商品の仕入れ先とは、転売で稼ぐ方法が簡単になりますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画はですね、こちらのタイトル通りですね、転売初心者の方におすすめの、ね、仕入れ先ですね、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まずですね、ここ書いてないんですけど、まず海外仕入れ先なんですけど、まあ、eBay ですね。はい。で、あとですね、中国輸入なんですけど、で、どちらがいいかっていう話になってくるんですね。それでですね、まずですね、まあ、商品のですね、価格帯もあるんですけど、まあ、ぜひね、中国輸入をお勧めします。で、どれぐらい安いかと言いますと、もう本当にびっくりするぐらい安いです。はい。で、本格的にね、稼ぎたい方はですね、まあ、例えば、配送方法もいろいろありまして、まあ、すごい安いのですと、EMS とね、EMS という方法で、商品をね、買ってね、仕入れていただければね、問題ないかと思いますね。非常に安いです。で、とにかくですね、中国から商品輸入すれば、まず赤字になることはほぼないですね。はい。ですけども、一つ弱点がありまして、売れるね、商品をしっかり仕入れていただかないと、早く売れていかないので、ぜひね、その点注意していただければいいかと思います。はい。で、eBay なんですけど、eBay の場合はですね、外国からですね、入れるときなんですけど、まあ、正直ね、商品高いですよね。なので、どういう商品が儲かるかと言いますと、まあ、日本未発売商品ですとか、まあ、とにかく早く売れる商品ですよね。まあ、この物件をですね、まあ、調べて、自分で調べて、仕入れていただければ問題ないかと思います。はい。で、プレミア商品はですね、とにかく高く売れます。で、プレミア商品っていうのは、日本に売ってない商品ですね。ぜひね、仕入れて、まあ、アメリカとカナダとかね、まあ、ヨーロッパもありますので、ぜひ、ね、仕入れていただければいいかと思います。はい。で、2番の国内なんですけど、どういったところを調べるかと言いますと、まあ、アマゾンですよね。アマゾン、Q10、ヤフーショッピングですね。あと楽天なんですけど、おすすめはですね、例えば、まあ、前回もいろいろ話したいと思うんですけど、スマホのケーブルとかね、でしたら、やっぱ Q10 ですよね。で、Q10 っていうのはどういう会社かと言いますと、まあ、簡単に言ってします。eBay の子会社です。で、韓国の企業が買い取ってやってますね。子会社って形でやってるので、もともと中国から仕入れた商品が並んでますので、商品自体が安いんですよ。はい。で、同じような商品もね、調べ、日本に、日本の、まあ、楽天とかね、ヤフーショッピングで売ってるんですけど、まあ、比べていただければね、まあ、かなり安、同じ商品が安く売ってます、Q10 で。なので、Q10 が仕入れて売るっていう方、一つの手ですね。で、まあ、その他なんですけど、まあ、Amazon ですよね。で、Amazon はですね、何がすごいかと言いますと、まあ、検品をね、するんですよ。で、まあ、アウトレットとかね、まあ、商品がありまして、それは跳ねてますので、そういった商品をね、たまに売ってる時があります。そういった商品をね、仕入れて売るとか、とにかくですね、安く売ってます。で、中国セラーもですね、競争が激しいので、まあ、安くしてますよね。まあ、そういったのをね、仕入れて売っていただきゃいいかと思いますよね。はい。で、楽天もですね、商品にもよるんですけど、楽天はバーゲンとかね、バーゲンじゃなくても、やっぱ楽天出品者の方で競争等が激しいので、安く売ってる商品も多数ありますね。それをね、見つけていっていただければ問題ないかと思います。ぜひね、まあ、どちらの方でも、利用できますし、まあ、外国仕入れはね、英語が苦手な方はまず国内でやっていただいてもいいですし、まあ、特に問題ないかと思います。変換も日本語変更できますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームからスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は、それを見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。